ノースアメリカンセーバーライナー国立テストパイロット。学校のノースアメリカンセーバーライナーな -265 から60ベーシステムズ社の飛行試験用の T-39 a 連邦航空局のェルセーバーライナー。60ノースアメリカンセーバーライナーは、ノースアメリカン社により開発された中型のビジネスジェット機である。本機は、アメリカ空軍の多用途練習機研究計画に、 応じて提示されたものであった。主翼や尾翼が、ノースアメリカン社の海 -86 セーバー戦闘機に似ているところから、セーバーライナーという名が付けられた。T-39 セーバーライナーと命名された、組用機型が1959年に、アメリカ空軍が最初の発注を行った後で、空軍、アメリカ海軍、アメリカ海兵隊により使用された。 セイバーライナーは民間向けの派生型も開発された。ノースアメリカン社はセイバーライナーの開発を社内プロジェクトとして開始したが、ユッチ計画の要請に応じた提案として軍用機型を空軍に提示した。ユッチは人員輸送と戦闘速を訓練という二つの異なる任務を一つの機体で担うというものであった。ゼネラルエレクトリック i j 8 5 ターボジェットエンジンを2機搭載したモデル名称、ナマイス2 6 5の民間型の試作機は1958年9月16日に初飛行を行った。この方は1963年4月に連邦航空局の形式認証を受けた。T-39A と命名されたユッチ候補機はこのナマイス2 6 5の構成を 表すものであったが、ユッチ機に選定されて、受注契約後に T-39A が生産に入った段階では、エンジンは、プラットホイットに z t 1 2 a 8に変更されていた。民間型の量産機、シリーズ40は、試作機を多少改良した機体で、より高速と広いキャビン空間を持っていた。その後にノースアメリカン社はさらに広いキャビン空間を、 実現するために胴体を3フィート2インチ延長したシリーズ60として販売し、これは1967年4月に形式認証を受けた。シリーズ 60A では空力性能が改善され、シリーズ75ではキャビンの室内項が増していた。1973年にノースアメリカン社がロックウェルスタンダード社と合併してロックウェルインターナショナル社となると、 セーバーライナーのエンジンはターボファンエンジンへと換装された。シリーズ64にはキャレットエアリサーチトフ731が選ばれてシリーズ 65A となりゼネラルエレクトリック CF700 に換装された機体はシリーズ 75A となった。これらが1981年にセーバーライナーの生産が終了する時まで残った最後の2モデルであった。 翌年にロックウェル社は、セーバーライナー部門を、プライベートエクイティファンドに売却し、使用を続ける運用者のサポート機構である、セーバーライナーコーポレーションが設立された。800機以上のセーバーライナーが生産され、そのうちの200機が、T、T-39 であった。軍用型も FAA の形式認定を取得していた、ため少なくない数の退役した軍用の T-39 が、 民間機として最終駅した。2007年5月の時点で65機が事故で失われている。76機が生産されたシリーズ65が最後の量産型であり、大部分が民間市場で販売された。モンサント社は1機のセイバーライナー40シリーズを購入して以来継続的運用を行っている。最も古いユーザーであるコーポレートジェット部門を持っている。 1962年の USN、USMC、ユスシーグ航空機の解消の後に T-39D となった元々の海軍版 T3J-1 は当初はマクドネル海 3H-1 デーモン全天候、戦闘機のレーダーを搭載し、同期のパイロット用にレーダー訓練機として使用されていた。その後 T-39D は 基本海軍航空観測員、あとに海軍航空士官訓練制過程に投入された。T-39D の3つのモデルが1960年代、70年代、80年代を通じて使用され、1つ目のモデルはレーダーを装備せずに、スナホを中間過程での高高度軽機飛行と低高度有視海飛行訓練に、2つ目は LTVA-7 コルセア2のアプック -126 レーダーを搭載して、主に攻撃機の爆撃種、攻報士、攻撃偵察攻報士、対電子戦士官の訓練に、3つ目は、チャンスボート海 -8 クルセーダーのアプック -94 レーダーを搭載して、戦闘機のレーダー迎撃士官の訓練に使用された。T-39N と、 T-39G は現在アメリカ海軍とアメリカ海兵隊の海軍航空士官訓練生の海軍航空士官攻撃機、戦闘攻撃機家庭、NATO、同盟国、提携国の広報士訓練生で使用されている。国外の訓練生も中間ジェット家庭で、レーセオン T-1J ホークの代わりに T-39 で訓練を受けている。セーバーライナーは、 最低2名の乗員で運用され、キャビンの構成により7名か10名を搭乗させることができる。海軍の練習機としては通常パイロット1名、1名か2名の運法教官、2名か3名の運法訓練生か、広報士、CSO 訓練生が登場して飛行する。アメリカ空軍の T-39A 海軍航空100年祭の記念塗装を施した。 アメリカ海軍の T-39、N エクアドル空軍のセイバーライナー40、スウェーデン空軍の TP-86 出展、T-39 セイバーライナーオンボーイング、ヒストリーサイト証言性能。ありがとうございます。